バラスターは共通の基礎の上に立ち、階段などの手すりや、欄干のかさぎを支持する柱状の装飾的構造で、角柱、円柱、回転体などの形状があり、石や木材、時には金属でできている。バラスターは OED によると、ザクロの花を意味するバローストラに由来し、半分開きかけたつぼみに形状が似ているために、そのように名付けられたという。 手すり子が複数並んだ欄干を英語ではバラストレイドと呼ぶ。以降で欄干と言っているのはすべて手すり子を使ったバラストレイドである。家具の足、シャンデリアの真鍮製の軸、銀の触台など、回転体の形状の装飾をバラスターシャフト。欄干初期の例としてアッシリアの遺跡から出土した。 薄浮彫りに描かれたものがあり、窓の欄干に使われていて見た目は、イオニア式中東に似ている。建築要素としての欄干は古代、ギリシアや古代ローマでは知られていなかったが、手すりこの形状が椅子やテーブルの足に使われていたことは、ローマの薄浮彫りでわかる。独特の形状の足や、回転体形状の制度性のもの、古風な大理石の枝付き食材など、球根状や、 円盤状の形状を積み重ねたようになっており、15世紀のデザイナーにはよく知られていた。このような形状が建築によく使われるようになったのは、ルネサンス初期のことである。15世紀末の例としては、ベネツィアやベローナの宮殿のバルコーニーに見られる。それら15世紀の欄間の様式がまだ定まっていなかったゴシック建築の先駆けとなった。古事による欄干は、 小ぶりのアーチ飾りの代替として生まれた。デドルフ・ウィテコガーアは、欄干の発明者についての判断を控えたが、ジュリアーノ・ダ・サンガロが早くから欄干を建築に取り入れたとしている。サンガロは1480年頃に建設したポッチョアカヤーノのメディチケ別荘で、テラスや階段に欄干を一貫して採用し、古典建築の復元にあたっても、欄干を使った。そして重要な点は、 このモチーフをブラマンテやミケランジェロが受け継ぎ、16世紀には欄間が広く採用。ウィッテコウアーは球根状の花瓶のような形状を逆さに重ね、間にクッションのようなトーラス、またはくぼんだ輪を挟んだ上下対称なものと、他の単純な花瓶状のものを区別した。後者はミケランジェロがカンピドリを広場の階段に採用した。ウィッテコウアーによれば、 それ以前の最初期の便乗手すり子が、サンタ、マリアデッテ・グラッチェの欄干や、アクイレアやパルマの聖堂の手すり、バチカンの中には、ロレートのサンタ・カーザなどに見られる。様々な手すり子。A ハンド・ブック・オブ・オーナメント、フランツ・エス・マイヤー。1898ザクロの花と、つぼみの図。ザクロはイタリア語で、バローストラ、ミケランジェロ設計のカピトリーの美術館には、屋上に、 花瓶上欄感がある。手すり子は主に回転体の形状であり、木工や陶芸などのデザインを踏襲した傾向が見られる。木工や陶芸では古くから旋盤やろくろで材料を回転させて作っていたため、回転体が容易に形成できた。手すり子の形状は建築や家具の様式の判定に役立ち、大雑把な年代の推定にも役立つ。 マニエリスムの複雑な形状の手すり子は、花瓶状の形状を重ねたものと解釈できる。バロック様式の怒り型で太く、リズミカルな形状の手すり子は、新古典主義の簡素な手すり子とは明らかに異なり、後者はギリシアのアンフォラにも似ている。イギリスやオランダの17世紀の家具では、オーク材やウォールナット材でできた独特のねじれたデザインが使われており、その原型は、 ベルギーニが賞賛したソラモニックコラムである。しかし、このデザインは1710年代までに捨てれた。旋盤で作られた木製の手すり子は縦に割って建築物や家具の表面に貼り付けて装飾に使われることもあった。例えばイタリアやスペインや北欧で16世紀から17世紀にかけて作られた飾り棚がある。ヨーロッパ以外では手すり子は 比較的新しいモチーフとして、ムガル建築に現れ、シャージャハーンの関わった17世紀前半の2つの、城塞、アーグラ城塞とデリー城に見られる。歯型飾りのある手すり子は、エヴァコッホによれば、それまでのインドイスラーム建築にはない装飾で、18世紀から19世紀の中央及び北インドで広く見られるようになった。手すり子は、四角い底面の寸法の分だけ離して、 並べるのが一般的である。ただし、本数を減らすために手すり子同士の間隔を空けすぎると見た目が良くない。欄干の橋は大きな親柱や建物の壁につながっており、そうしないと手すり子だけでは強度が保てない。手すり子の製作方法はいくつかある。木や石の場合は旋盤を使うが、コンクリートや漆喰、鉄、プラスチックなどは型に流し込んで形成する。 階段の手すりに使う手すり子を英語ではバニスターまたはバニスターと呼ぶが日本語ではあまり区別しない。なお、バニスターという語は手すり子だけでなくもっと細い現代的な手すりを支える棒も指すことがあるし手すりそのものを指すこともある。ありがとうございます。